こんにちは、マサです。国民には増税を課して、自分にはお小遣い、そして脱税と、国民の怒りが爆発してます。立憲民主党の原口議員が言っていたことが印象的だったんですけど、なんであの議員は黒塗りの車に運転手を雇えるんだ、疑問が解けたわって言ってました。最初は、 4000万ぐらいの話だったんですけど、今日のニュースでは10億円だそうです。10億円の不記載です。岸田総理もやっていたわけですから、本当怒りが止まりません。安倍派の議員は公迭だって言ってますけど、自分だってやってるわけですよ。そこまでして総理の座にしがみつきたいのかって思ってしまいます。 王女際が悪いというか、国民を舐めすぎですよね。もうね、皆さん、カンカンです。青汁王子こと、三崎雄太さんがこう言ってます。政治家が1000万円ちょろまかして脱税しても、ばれたら訂正で済むってことは、一般人も1000万までちょろまかして、ばれたら訂正すればよいってことですか。 自民党の議員が1000万円を超えるキックバックをもらっていた件、収入として記載してないわけだから、明らかな脱税だよね。なんで国税は動かないの訂正で済まされるものではないよね。経営者には小さなミスでもいじめのように追求するのに、政治家はお咎めなしなのこれが忖度か、馬鹿にしすぎだろう。 三崎優太さんは数年前に脱税でやられたんですけど、訂正しますよって言ったんですけど、訂正させてくれなかったんです。だから怒っているんだと思います。元大王製紙の井川さんも怒ってます。カジノで数十億円損したんですけど、そのお金を会社から借りてたんです。その件で捕まってしまったんです。全額 返済し,てるんですけどしかし刑務所に2年ぐらい行ったんですだからこう言ってるんです俺は会社から借りていただけでしかも全額返しているぞこれで自民党議員が逮捕もされない税金払わないなら俺は東京地検特捜部を訴えるぞ政治資金法違反プラス脱税 当然自民議員、安倍派も、安倍派以外も、辞職と逮捕だよな。俺は会社法960条違反で辞職したし、刑務所も行ったぞ。本当ね、腹が立って仕方がないんですけど、特に彼らは私以上に腹が立つでしょうね。ここ30年間、増税によって日本を壊してきたのに、 自分たちはお小遣い、そして脱税かよってね、ほんと腹が立つんですよ。さっきも言ったように、通常は首相を辞めますって言わなくてはいけないんですけど、あまりにも往生際が悪すぎます。もうね、暴動が起きてもおかしくないレベルです。消費税を0%にしないと私は、 一生許しませんでは以上ですご視聴ありがとうございました